吉田さん、ただ食って寝て、まあ苦痛じゃないですかね、それはね。でもそういう環境にいる人ってのも珍しいですよ。会社に行かなければならないっていう環境の人はたくさんいますけども、もう何もしちゃダメっていう風なね、これを禁ずるみたいな人ってのは、これは主権が制限されてるんで、それはそれで少ないんじゃないですかね。例えばお金がなくって時間はあるけど何もできないっていう人いますけども、でも今お金がなくてもやれるレジャーってかなり多いですからね。で、考えてみたところ、健康な体、そして、食べることは保証されて、お風呂も入れる、トイレもある、だけどもやりたいようにできないっていうのは、これはね、牢屋の中にいる時ですね。確かにね、これ苦痛に近かったかなと思うんですね。まあ気持ちを切り替えていくことはできますし、今現在でもその懲役食らったりとかね、受刑されてる方いるんで、禁錮になってる人いるんで、まあ懲役と禁錮ってのはまた違うんですよ。禁錮ってのはただ牢屋に入るだけ、懲役っていうのは仕事があるんですよね。だからもしかしたら懲役の方が楽かもしれませんけど、塀の外に出れないっていう風な自由の制限はされてますよね。まあだから慣れるんじゃないですかね、これも。せいぜい1ヶ月ぐらいで綺麗になれるんじゃないかなと思います。私は牢屋に入っている時は、まあ3日目ぐらいで慣れたかなっていうところですね。まあ確かにね、なんかラーメン食べたい時にラーメンは食べられないですし、まんじゅう食いたくてもまんじゅうはね入ってこないんで、それはそれで苦痛だったんですけども、なければないで慣れていくみたいなね。で、なんかこの人に会えないっていうのはあるんですけども、会わなくていいとも考えられて、あ、別に誰もいなくても平気だと思いますね、私はね。なんかその時にその人脈っていう考え方がだいぶ変わって、知り合いを増やしているのが人脈ではなくて、この人のために何かしたいなっていう風な顔が浮かぶのが人脈だと思いましたね。よく人脈っていうのは、自分にメリットを与えてくれる人を人脈として、自分にメリットがない人は人脈に入れないっていう風な自分勝手な人いますけども、っていうかほとんどでしょうけども、まあでも私が思う人脈っていうのは、やっぱこう何かこの人にしてあげたいなっていう風に考えた時に、こう頭にね顔が浮かぶ人のことかなと思うんですね。まあでもね、何もやっちゃダメっていうのは、やっちゃダメ、ねばならないっていうのは苦痛ですよ。確かに命令されるのは、まあでも、まあ、自由な時間があって何でもできるけども、何でもできるんだったら何もしませんみたいな、ね、ただこうやってこう本当にこう廃人のようにこうやってやってるだけで、脳みその中はものすごく動いてるんですよね。まあそれは別に苦痛じゃないかなと思いますけどね。まあ、でも吉田さんが言われるように、やりたいことがやれて、やりたくないことをやらずに済むっていう時間は、まあ至福の時じゃないですかね。なんかなるべくこう一人になることじゃないですかね。なんかこう自分以外の存在があると何かね、しなくちゃいけないっていうのは必ず発生しますしね。そうですね。会社勤めの方がたくさんいるでしょうから、そういう方は最初はちょっと戸惑うんじゃないですかね。まあけどやっぱこう、その中でも与えられた環境で最大限のことをやるのがビジネスなんで、まあ、苦痛を感じる暇はないかなと思いますよね。まあ今与えられている状況の中でどんなことがビジネスとして成立するかなとか、どうやってお金が稼げるかなって考えていくことが、またこう脳の中でね、うごめいていって楽しいんじゃないかなと思いますね。あ、ちなみにね、ミスターマイアミさんから動画が来ました。ミスターマイアミさんね、出た、頑張ってほしいなと思いますね。じゃあ行ってらっしゃい。